アクラムアルイコール・ホーラーニーは、シリアの政治家で、ナショナリズム運動の形成とバース等の台頭に、重要な役割を演じた。1940年代初頭から1963年に、亡命するまでシリアの政治に影響力を持ち、政府閣僚やアラブ連合共和国の、共同副大統領を務めた。ホーラーニーの一族は、ホーラン地方南部のジャーシム出身で、 ハマーに移り住んだ。ホーラーに自身はハマーで生まれ、家族の財産はすでに散在していたので、質素な生活を送った。ハマーとダマスカスで学んだ後、1932年にイエズスカイ大学の医学部に進学。しかしスブヒベイバラカット元総督の暗殺未遂事件に関わったとして、すぐに退学させられた。1936年、 当時のシリア大学法学部に入学し、同時にシリア社会民族党にも入党した。1938年、シリア社会民族党を離党して、ハマーに帰郷し、弁護士業を開業した。20世紀初頭のハマーは、封建制が残っており、地主がほとんどの土地を所有していた。地主は、傭兵の力を背景に、ザクミノリを完全な支配下に置いていたので、 ホーラーニーはこのシステムを批判し、農地改革を訴えた。ホーラーニーは、ハマーやその州で相当な支持を集め、1943年には、シリア議会議員に選出された。1947年、1949年、1954年、1962年の選挙に勝ち、議席を守り続けた。ホーラーニーは、出身地域で、 社会正義を貫く一方で、アラブナショナリストとしても名を馳せるようになった。1941年には、バグダードに出向いて、ラシットアリアルガイラニの運動を支援し、1948年には、パレスチナでシオニストの入植地を攻撃する武装集団を指揮した。1950年、ホーラーニーは、自らの派閥をアラブ社会党と命名した。 1949年から1954年まで、シリアは4回のクーデターで停滞した。ホーラー2は軍への影響力を背景に、これらのクーデターに関与していたと見られているが、その具体的な証拠は確認されていない。ホーラー2は3度目と4度目のクーデターの首謀者で1951年から1954年まで、実質的に、シリアを統治したアディーブアイコール C シ,シャクリーと、 特に近い関係にあった。シーシャクリーは1952年に国有地をオザク・ミノリに分け与える法令に署名したが、これもホーラーニーに影響を受けたと考えられる。しかしながら、シーシャクリーが先制的になるにつれ、ホーラーニーの影響力は衰退していった。1952年4月にアラブ社会党の活動が禁じられ、レバノンに亡命した。その年の11月、 ミシェル・アフラクとサラー・フッティーアルイコール・ビータールの率いるアラブ・バース島との合併に合意した。アフラクやビータールにとってはこれによって初めて実質的な基盤を得ることができた。合併後の透明はアラブ社会主義バース島とした。1954年にバース島に反アラブ主義に基づく民族指導部が設置され、ホーラーニーもメンバーとなり、 1959年まで務めた。1954年に C シシャクリー政権を打倒した政治運動においては他のバース党員やシリア国内のほとんどの政党と協力し重要な役割を演じた。1957年から1960年までシリア議会議長を務めた。議長就任後、 バース島が過半数の議席を獲得するという保障を得ることに失敗したが、その際には1957年11月に予定されていた選挙を中止させた。この行動は、バース島が政党政治に背を向けるきっかけとも考えられている。1958年のシリアとエジプトの連合協定締結後、ホーラーニーはアラブ連合共和国の副大統領に就任した。 しかし、1959年の12月より、エジプトのガマール・アブドゥルナーセルによるバース島避難がなされ、党員は抑圧を受けるようになったので、辞任してレバノンに亡命した。その後、さらにアラブ連合共和国からの離脱を訴え、アフラクやビータールと意見をことにした。百六十一年にシリアを受けるクーデターで、アラブ連合共和国が解体された際には、 それを支持する声明を出した。バーストーは複数の派閥に分かれて互いに対立するようになり、当時の民族指導部は再統合派となったため、ホーラーニーは脱退した。1962年6月、ホーラーニーは公式に離党させられ、それ以降、彼は支持者と共にアラブ社会党を再決闘した。1962年、 旧アラブ連合共和国離脱派の内閣に参加したが、バースト委員やナセル主義者の強い非難を受けた。1963年3月に、バーストーがアラブ連合共和国再統合派のナセル主義者と協力してクーデターを成功させたため、ホーラーニーはレバノンに亡命した。バースト急進派の軍人が、東南四県派やナセル主義者を含む他の勢力を追放し始めると、 国外にて反体制活動を続けることを決め、二度とシリアには帰国しなかった。再建されたアラブ社会党もバースト政権に協力的な派閥とそれに反対する派閥に分かれて対立していったが、ポーラーニー自身の影響力は衰えていた。余生をレバノン、イラク、フランス、ヨルダンで過ごし、ヨルダンの地で1996年2月24日に死去した。 シリアの歴史においては重要な人物であったが、亡命後の政治的影響力は低かった。彼の死後、2000年に、カイロで回想録が出版された。バタツ、1999、P370、バタツ、ピアニッシモ、728から729、シール、P47、マフティ、P89、ありがとうございます。